スティングレイ軽戦車はアメリカのキャデラックゲージ社が1980年代に開発した軽戦車である。アメリカ陸軍の走行法システム計画の候補者として開発されたがアメリカ陸軍には採用されなかった。キャデラックゲージ社は1970年代今つからプライベートベンチャーとして軽戦車の研究を行っていたが1980年代初頭に アメリカ陸軍が走行砲システムを発表したことを受けて候補者となる軽戦車の本格的な開発に着手した。開発にあたっては L7 系の 105mm ライフル砲を搭載し、高い機動性と生存性や空輸能力を兼ね備え、可能な限り既存のコンポーネントを流用してコスト低減を図ることが念頭に置かれ、 不評戦闘車などの走行車両に対して十分な優位を保ち、中小国への輸出も開発コンセプトに加えられた。詳細は M8AGS を参照試作車は1984年2月に車体が完成し、砲塔未装備の状態で8月から走行試験を開始した。一方、砲塔は1983年中頃から設計を開始し、 1984年6月には試作砲塔が完成。M551 シェリダン空挺戦車の車体に搭載されて、性能試験が開始された。なお、試作車にはスティングレーの名称が与えられ、1984年10月のアメリカ陸軍協会の展示会において、初めて一般公開された。 試作1号車は1985年末までに 5000km 以上の走行試験を終え、試験中に明らかになった欠点を改善するため、最終減速器や冷却システムの改良、新型ショックアブソーバーへの換装などの改良が加えられ、1986年初頭にはスティングレイに興味を示していたタイに送られて、性能試験が行われた。 1986年中頃にはさらに問題点を改良した試作2号車が完成し、タイでの性能試験を終えた試作1号車は1987年初頭にマレーシアへ送られて、性能試験を実施している。a g s 計画では、FMC 社の提案した CCVL に敗れて、アメリカ陸軍には採用されなかったが、1987年10月に、 対応国陸軍に採用され、106両が導入されている。動力系は多くがアメリカ陸軍がすでに運用していた装備品との相互運用性を重視して開発されている。エンジンとしてはヘントで採用されたのと、同系列のデトロイトディーゼル車製の2ストローク V 型8、気筒エキレーターボチャージドディーゼルエンジンである 8V-92TA が採用された。 また、変速機は、M1955mm 自走榴弾砲と、同系列のアリソン車製の XTG-411 から、二 A 自動変速機が採用されている。これらは、整備性を重視して、パワーパック化されている。車体は、左系はじめに優れた形状を採用し、車体前面の走行圧を 14.5mm に、抑えて、車重の増加を防いでいる。 ただ、大口径砲に対する防御は考慮されておらず、小口径弾への対断性しかない。砲塔も、車体同様に、左は始めを十分考慮した形状をしており、手法には、ロイヤルオードナンス L7A3 をもとに、低反動砲として開発された 105mm ライフル砲、LRF を搭載し、デジタル式射撃統制システムを装備したことによって、射撃能力は、 主力戦車に近い能力を獲得している。1996年にテクストロンマリーンランドシステム社はプライベートベンチャーとしてスティングレイの改良型であるスティングレイ2を発表している。このスティングレイ2では走行防御力の強化と FCS の換装が行われており、車体と砲塔は防弾圧延鋼板の溶接構造だが、 これに2001特殊高高度後半で作られた装甲パッケージが装着され、23mm 機関砲弾の直撃にも耐えられるようにされた。さらに、車体側面には防弾サイドスカートも装着された。FCS は M1A1A ブラムス戦車にも搭載されたデジタル式 FCS を搭載し、放主用サイトは冷オ音射性ハイアーヒル夜間暗視サイト、 社長用サイトには、ノースロップグラマン社製 M36E1 ヒル、夜間券用サイトを装備した。スティングレイ2も、スティングレイ同様に、中小国向けとして、販売活動が行われている。スティングレイを探せ、湾岸戦争に試作車が試験投入された、という架空の設定で、成功が期待されない開発プロジェクトの一環として、何も知らされずに、 本社を押し付けられた落ちこぼれ戦車クルーの活躍をコメディタッチで描いている。コンバットチョロ級アリーナのミドルクラスの18番目に登場。また、同クラスの30番目にはスティングレイ2も登場する。大戦略シリーズ偵察者ユニットとして登場する。マーセナリーズにワールドインフレームスユニバーサル石油がスティングレイ2をマンティス系戦車という名称で使用する。 ボムコミックス、スティングレイを探せ。幻の軽戦車日本出版社、染九1994年歴史群像コミックス、軽戦車スティングレイを探せ。学習研究者、カン2007年。ありがとうございます。